俺の名前はサコヤマト。つむぎ、差し入れ持ってきたぞ。富士山パズル3万ピースです。誰がやんですかそれ。森若の兄貴と獅子王組井上さんを見舞いに来た京国組の射程だ。森若の兄貴と井上さんは組を超えた仲だ。お前東雲ぶち殺したか。いや普通に取り逃しました。粘りっけ半端なかったっす。けどなんで生きてんだって怪我だったんで、あのゴリラは当分戦線離脱です。井上さんは先日雷神のトップ東雲と死闘を演じた。二つに避けるがいい。当たるかボケ。終わりじゃ。うわっ、やつの剛腕で井上さんは幾度も窮地に追いやられる。だが最後は井上さんが競り勝った。ゴリラ野郎、死んでもらうぞ。とどめを刺す直前、雷神の秋元が乱入。うわっ、東雲じゃん、てめえ。ちそこで戦いは幕切れとなった。それでお前は逃げ帰ったというわけか、非国民が。こんだけボロボロで新手は無理っすよ。勝ちましたけど、タフネスと斧を日本刀のように扱う技術は相当でした。ま、次は殺しますけど。話を聞くだけで東雲がパワーアップしていたのがわかる。さらに井上さんはとんでもないことを口にした。ちなみになんですが、これから獅子王組は雷神を潰しにかかりますよ。え、獅子王組がですか。ボランティアのゴミ掃除か、いい心がけだ。ちょうどその頃、バユズミ、よく来てくれたな。五十嵐の親父の元に来客があった。それは獅子王組のマユズミ組長。五十嵐、戦争で大変なところすまね、相談があってきた。五十嵐の親父とは前面だ。親父はマユズミ組長を応接に招き入れた。獅子王組はまだまだ内部の整理が大変だ。そうか、大変な内部構想だったからな。するとマユズミ組長がこう言った。で、話なんだが、俺たち獅子王組は雷神を周辺の町から排斥しようと考えている。なんだって。俺は五十嵐の兄弟に助けてもらった恩がある。今度は俺が助ける番だ。ありがたい。もし雷神を抑えてくれれば、うちは敵対マフィアカイエンとの抗争に専念できる。うちもまだ不安定だ。手助けできるのはこれぐらいだが、すまねえな。十分だ。ならばカイエンはうちで始末する。臨境集団として舐め腐った下道どもを放っておけねえからな。その後組に戻った眉住組長は組員を招集した。いいか、獅子王組は雷神を町から追放する。国園街や下方町から出ていくなら末端構成員は殺す必要はない。だが幹部連中は殺しても構わん。雷神か廃人か知らんが、そんな集団は大解散でいいね。京国には借りがある。この犬に暗躍しよう。最近平和だったんで、たまにはこういうのも嫌いじゃない。そして武闘派組員が動き出した。その頃雷神のトップ東雲は病床から動けないでいた。クソが。東雲ちゃん、今は寝て休んでてくれよ。そばで付き添うのは幹部の秋元。雷神も人が増えてうまくいってたのに、ここで獅子王組か。厳しいぜ。もう海援に協力している余裕は今のうちにはねえな。やっぱ城ヶ崎さんがいねえとどうしようもねえのか。クソが。秋元の背中には憂慮の影がくっきりと張り付いていた。そして獅子王組による排斥活動が始まる。貴様ら雷神の構成員か。なんだてめえ。なあ、びっくりした。影から急に出てくんな。この町から今すぐ走って出ていくか死ぬか、親の子を想像して選べ。出ていくわけねえだろうが。誰か知らねえが蜂の巣になってくれ。逃げれば死なずに済んだものを親不幸者が。獅子王組の武闘派が町に出て粛清を実施。たまなしども、両足を切り落とすか、この町から消えるか選べ。消えましょう。歯向かうからこうなんだよ。かわいそうだからチュパチャップする。雷神の末端構成員は排斥されていった。その状況に雷神の幹部秋元は歯ぎしりしていた。末端が獅子王組に狙われてやがる。東雲ちゃんがいない今、戦っても士気が上がるわけがねえ。そして秋元は一人の男を呼んだ。お疲れさん。あやつじ、雷神はこの一帯から身を引く撤退だ。
秋元君、それマジンガー？ああ、苦しいがマジだ。最後に例の物だけ回収する。その決断から数日後、イブさんは末端を捕まえる。愚か者が、俺が喜ぶ情報を言え。じゃねえと頭壊す。ハングレってやつに信念はない。言いません、何でも言うから許して。助かりたきゃ簡単に組織を裏切るんだ。雷神はこの町から撤退します。最後に不当の倉庫から役を持ち出すと聞いてます。それいつやるんだ。即言わなきゃお前は死ぬね。ようです、まさに今やってると思います。ここから遠くはない。組に一歩入れてこのまま行くか。イブさんは即座に下方町の倉庫地帯に向かった。広い倉庫街だね。ゲスがくだらねえもの隠すには最適だね。そしてその倉庫には、ここに隠してた役は以上だな。はい、全部集めました。取りこぼしはありません。秋元が物の回収に現れていたのだ。殺が来る前に撤退だ。逃げるなら足のつく証拠は限りなく消す。奴は組織を維持するために奔走していた。だが奴は自分たちに向けられた像を甘く見ていた。ようやく会えたね。あん？めんどくさいのが来たな。引っ越し中なんですけど、なんか用ですか？獅子王組は簡単に逃げられるほど甘くない。そんなん一つしかないね。生きる価値のない仁義知らずが引っ越すなら、行き先は地獄しかないね。ついに獅子王組最強戦力イブさんが雷神秋元を捕まえたのだ。秋元、東雲が潰れた今、貴様をやったら雷神はしまいだ。なら殺さない手はないね。そりゃ言うは優しい、行うは形ってやつだよな。はあ、いい。なんだこの男、見てるだけで震えが止まらねえ。何の躊躇もなく秋元が茶化を抜く。おい、ブーツを持って窓から飛び出せ。そしてイブさんに向かって2発ぶっ放した。引っ越し祝いの鉛玉だ。甘いね。しかしイブさんは弾丸をかわすと同時に、クソガキ何持ってんだこら。二人へ襲いかかる。本来ならチンピラは何もできずに頭を割られるのだろう。あ、おい、せっかく牽制したのにちゃんと逃げろよ。しかし秋元がそれを阻む。そんな秋元ごと部下を叩き潰すべく、その頭脳みそ入ってたらいいね。イブさんは鉄棒を振りかぶる。今朝の軌道で降り注ぐ電光石火の鉄棒、当たらねえよ。ゴン！すさまじい速さだが、秋元は部下を突き飛ばしながらかわす。そうしてイブさんが見せた隙を秋元は逃さなかった。地獄へボンボヤージ。懐へ潜り込んだ奴は手にしたナイフを横投げに振るう。素早い身のこなしから放たれる一撃。なかなか速い男だね。イブさんは強引に後ろへ飛んでそれをかわす。おいおい、そんなもん持ってるくせに素早いとか、本当に人間？ガキとブツを取り逃がしちまったか。まあいい、物事には優先順位があるね。他人の戦争に首を突っ込んでおいて旗色が悪くなれば尻尾を巻く。そんなクソは男として羨ましくないね。学童ってのは化石だ。仁義だのなんだの、みんな古臭くて頭が固い。過去の遺物はここで死んでくれよ。そうして秋元は全身から殺気を放った。二人の闘気がぶつかった瞬間、いつの時代も変わらない考えを持ってるだけだね。圧力が半端ねえな。先手を取ったのはイブさんだった。その時秋元が異次元の集中力を見せる。直線的なんだよ脳筋が。イブさんが放ったのは凄まじい横投げ。中身撒き散らして吹き飛ぶがいいね。ノロマ、それは見えるっつってんのよ。奴は予知かと勘違いするかのようなタイミングで完璧にかわしたのだ。それはそのまま完璧なポジション。お前が持つぶちまけろよ。そして手にしたナイフを突き出す。早い、やられた。これはかわせねえ。しかしイブさんは回避ではなく、その場でさらに回転。ならば煙に舞いしまうか。おっと、そのコートを巻き上げたのだ。
それにより狙いが消える。肝臓はどこ行った？それはイブさんの腹をはするも、ちょっと浅いね。本来の狙いから外れる。そしてイブさんの回転は防御だけではなかった。お釣りだ、食らうがいいね。こまかてめえは。その勢いのままに鉄棒を振り抜いたのだ。この一撃を秋元は見えていた。し、ロックス一本持っていかれたか。だがあまりの至近距離で外しきれなかった。しかしイブさんも無傷じゃない。思ったよりやるね。脇腹切れちまったね。バカ力だな。普段何食ったらそうなるの？リストが半端ない。あの鉄棒一発食らったら終わるな。それは煮干しだね。カタクチイワシには無限の可能性があるね。集中力が高い。まともにいったら当たらねえな。再度突撃を仕掛ける秋元。そっか、煮干しか。帰りに買っとくわ。帰りはないね。気の抜ける言葉とは裏腹に、そのスピードは目を見張るほどだ。ここで秋元は意外な手を打つ。昔懐かしの石灰レース。それは視界を潰すことだ。イブさんが強烈なバックステップを見せる。だが白煙の中から、プレゼント。贈り物なら包み紙がないね。手榴弾が飛び出してきたのだ。それは強く投げられていた。避けるなら前だ。だが前は目つぶし。秋元の策は前後を塞いでいた。次の瞬間、なら地の果てまで吹き飛ばせばいいね。イブさんが鉄棒で手榴弾を捉える。うらー、狙い通り手榴弾は遠方で爆発する。だがそれと同時、それしか回避方法はないんだよな。ゴーグルをつけた秋元が白煙から飛び出したのだ。振り終わりの隙をもらいます。ちぃ、イブさんの体勢が悪い。イブさんが瞬時に返しの鉄棒を振る。おらー、脇腹いただき。だが秋元はあざけるようにその脇を通り抜けた。その一撃はヒットしていた。それがどうした、こら。イブさんの脇腹から血しぶきが上がる。だが秋元も頭から血を流す。なんで頭割れてんだ。完璧に避けたと思ったが。おいおい、当たったのはまさか拳か。えぐいな。その鉄の塊を右手一本で振りながら左拳飛ばしてたんかよ。そう、鉄棒をかわした秋元の頭をイブさんの左拳が捉えていたのだ。どうせ避けるなら二の手三の手を準備するのは戦闘者のたしなみだね。傷ついたはずのイブさんの闘気がでかくなる。面白えな、イブハヤト。強えやつって飽きねえわ。その時秋元の雰囲気が変わった。あ、来た来た、ゾーンに入ってきた。強敵を前にスイッチが入ったんだ。俺はお前に飽きたね。そろそろ終了のお知らせだね。秋元のキレがさらに増す。俺の前じゃご自慢の鉄棒はただの扇風機だ。一呼吸で飛んだ斬撃は3つ。瞬間でイブさんの体を切り刻む。窮地の中で思考を巡らせるイブさん。ちょこまかと鬱陶しいね。なるほど、才能の塊ってわけか。イブさんがゴルフのように鉄棒を振り上げる。だったらこんなのやってみようかね。高速で狂われた先端は床へと食い込み、石の三段ってとこだね。砕いた床材を秋元へ向けてぶちまける。おいおい、半端ねえな。明らかに全ての破片をかわすのは不可能。だが秋元はもう普通の物差しで測れない。でも完全に見えてるんだな、これが。なんと危険な破片を全てさばいてみせたのだ。笑えない集中力だね。うらー、イブさんはさらにもう一発石の三段を巻き上げる。しかし秋元がその弾幕をくぐり抜ける。おっさん、小石遊びは終わりだよ。あんまり図に乗らない方がいいね。イブさんは奴を懐へ入れないために鉄棒を振るう。しかし秋元はもうイブさんのスイングを何度も見てる。だから無駄だって。ダッキングでその一撃は空を切る。今度こそ肝臓ちょうだいよ。
そうして秋元が突撃をかけようとしたその瞬間だった。やつの体がガクンと前のめりに倒れたのだ。なんと床に開いた穴がやつの足を捉えていた。自称天才、足元ガタガタで才能は発揮できんのか。イブさんの本命は足場を殺すことだった。そして再びフルスイングが飛ぶ。死ぬといいね。ガッとはめんどくせえな。だが秋元がそれすら外してみせる。それを待ってたね。イブさんはダッキングを読み切った。やっとまともにいったね。ぐわっ。やつが体勢を立て直す前に第二の矢である膝蹴りを叩き込んだ。この戦い初のクリーンヒット。たまらず秋元は後ろへ吹っ飛んでいく。膝を食らう瞬間にナイフ入れるとはやるね。しかしイブさんも膝下を切られていた。だが秋元もダメージは大きかった。片目が見えねえし、目の奥がめっちゃ痛え。やべえな。まともに打撃を受けた奴の目は眼底を骨折していたのだ。しかし大臣に増援が現れやがった。秋元君、助太刀来たよ。先に逃げた奴が増援を連れてきたのだ。おいおい秋元君、めっちゃ男前になってんじゃん。うるせえよ。しかも中には幹部と思わしき実力者の姿もあった。そうなるとイブさんの判断は早かった。しゃあねえな。見たび足元の石を破壊。そして一切の躊躇もなく鉄火場を離脱したのだ。お前らここにいろよ。うちのみんなで殺すね。秋元君大丈夫なの？全然じゃねえよ。ズキズキするわ。じゃあなんでスマイル？やっぱり強いやつとやると面白いじゃん。イブハヤト、クソ強かった。だがおかげでまた強くなっちゃった。秋元は自身のさらなる成長を感じていた。今回の一件で雷神は周辺の町から完全に撤退した。雷神はここからだ。見てろよ極道ども。秋元君、ここにいたら獅子王組来るからとんずらするよ。だが奴らの目は全く死んでいない。そして雷神はまた力をつけていく。獅子王組、イブさん、井上さんのアクスタできました。